スイッチも顔表情変わってますから。サビのスイッチ、この溜め込んだエネルギーをこう、Oh my gosh, hot, 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 super sexy. Oh my goodness, this is actually、my most favorite live performance number I has ever had. Really,、super duper sexy. In fact, I love the live performance more than the music video. I don't want to tell a lie. もうここから来るんですよね。サビのスイッチも顔表情変わってます。サビのスイッチ。この溜め込んだエネルギーをこうエッチなんですね。I'm so horny with all the energy I've built up. Yutakishi, you really have ways to、explain in such a funny way. Hello, ladies and gentlemen, those in between, welcome back to my YouTube channel. My name is Everett, and today we are going to be reacting to another Number Eyes video.岸さんからもお二人へのお米をもらっております。はい、岸さん、平野さんについてですね、なんか登場から本当はなんか動きたくなるんですよ、やっぱドームのデカさといい、けどもう超全然動かないんですよ。なるほど。でそっから醸し出るなんかオーラというかもうガイタレみたいな、ドンと構えてる感じですね。そう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 、みたいな、なんかそのガイタレだったんですよ。ガイタレってあんまりいい言葉じゃない。そうそうそう。I love this, I love this, I love this. You know what, guys, this is a 4-minute and 50-second short video, but I'm starting to like this video already. Oh my goodness, I really love it each time、Yutakishi explains something and he tries to like tease his brothers、Shohirano and Yuta Jinguji. He does it so naturally withoutoffending anybody, you know what I mean? So that is why I really love this guy. Star.海外の海外のタレントすごいスターって言ったの。スターなんですよ。そう、本当にそれはもうあんま出せる人いないですよ、ああいうオーラっていうのは。いやちょっとだから僕はウェスカーが浮かびました。バイオハザードのラスボスみたいな。ウェスカーじゃない、ほぼウェスカーじゃない。ラスボスのオーラありましたI love this. I am enjoying this video. Thank you so much to Kobe at Tobi Kizuna for uploading this video. Gosh, I followed your channel, by the way.マジでありがとう、はい、めちゃくちゃ恥ずかしいですね。こちらアーカイブ映像見られるそうなので、ちょっとご覧ください。はい、はい、Take a look.Yes. あ、すみません、今アドリブに言っちゃって話してない。違う違う、全然分かんない。これも説明するとマジこれはスターのやつ見てくれ。待ってたよ、今お願いしますよ。どうぞ待って、これはこれでまたいいんですよね。なるほど。これまたしっとりスターみたいな。ちょっと聞きながら解説。そうですね、いいですか、いいですか、いいですか、はい、せっかくじゃあこれはもうライブしながら、はい、お願いします、映像お願いします、はい、お願いします、もう、はい、お願いします、岸さん、もうここから来るんですよね。サビのスイッチも顔表情変わってます。サビのスイッチ、この溜め込んだエネルギーをこう、Oh my gosh, hot, 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 super sexy. Oh my goodness, this is actually、my most favorite live performance number I has ever had. Really、super duper sexy. In fact, I love the liveperformance more than the music video. I don't want to tell a lie. もうここから来るんですよね。サビのスイッチも顔表情変わってます。サビのスイッチ。この溜め込んだエネルギーをこうエッチなんですね。I'm so horny with all the energy I've built up. Yutakishi, you really have ways to explain in such a funny way. でからの。もうちょっと冷静になりそうにないんですよ、ちゃんと歌詞通り。でこの引きすぎだな。ダメだし。
I really love you, Takeshi. Really love you, Takeshi. このエネルギーをこうエッチなんですよこれ。でからのもうちょっと冷静になりそうになるんですよ、ちゃんと歌詞通り。でこの引きすぎだな。Look at Shoherano's face, like he's a little bit embarrassed. ダメだし。めっちゃ溜めてんすよ。ねっとりしてるのがもう大人の色気というか、また。This is really what I love about Yu Takeshi. He speaks his mind without being offensive. You know what I mean? これは藤とは違ったなんというか、その。ガイタレ感ガイタレとかけどそのラスボス感が違うカラーがやっぱり表現者として素晴らしいなっていう、はい、It's so funny. I mean, he keeps that serious look, but what he's saying is really, really funny. 独特すぎて褒められてる感じしないよね。褒めてるんですよ。続いて、ジンユージさんについてです。ジンさんの冒頭の歌い出しがかっこいい、はい、ジンさんの中盤のだんだん汗かいてきて乱れてくる色気。これもいやすごい、これすごい嬉しいですけど、これも全コーナーひっくるめてなんですけど、なんだろう、垢抜けたというか、彼ずっと一緒にいた好き、はい、より一層また脱皮した感があって、はいはいはい、ここ最近で進化したね。そうそう、同じメンバーでも、はい、マジでちょっとかっこいいっていうか、うん、それはもうパフォーマンスももちろん見た目ももちろん全部がなんか脱皮したっていうのがあって、でてか髪のウエット感とかもこんな濡らすなんて聞いてないしいいな、濡れすぎ濡れすぎ濡れすぎて事前に報告をずるいし聞いてないしなんか事前に聞いてればYu Takeshi, I love you so much. Yu Takeshi, I love you so 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 much. そんなことばっか考えたらよく飛ばないですよなんであなただけ飛んでないですよいやなんかそうなんかどっから、本当ラップのキレとかもそうですし、はいはいはい、なんか今回のこの東京ドームで彼は何だろうな、また新たなステージに行った気がします、ね、違う次元にまた違う次元先生くれてますよ。What's with you, Yu Takeshi, today? Praising all, praising his brothers. Jinkuji doesn't seem to be like so used to be praised. ちょっと赤い映像あるそうなので、ちょっとみんな見ましょう。はい、誰目線、誰目線なんだろうな。彼も。あとなんか俺のことアンケートだけジンさんっていうのやめてよ。普段そんな言わない。普段言わない。あ、来た来た来た。これですかね。で、これもだんだん汗かいてきてるシーンなんですよね。What's that out of this song again?No. No, I'm not really familiar with this song. 汗がいいんですか？汗のかき方みたいなね。いや、汗ももちろんですけど、はい、どこら辺がいくらでも言えますよ、この。いくらでも言える。はい。ありがとうございます。嬉しい。That is so sweet. That is so sweet. I would say the same thing if I were Yu Takeshi. 横が大きいね。そのメンバーにファンいるって人で、さっきから歌声が素晴らしいですよ、この落ちてるところ。なるほど、はい、しっとりね、はい、声が抜けるんですよ彼は。かっこいい。あれもっと見たかったんですよ。一番いいところ、このラッサム見たかったんですよ。ちょっとね、その続きはぜひ皆さんアーカイブ配信で、すごいな、お願いします、ね、はい、はい、Thank you. Okay, I might as well make my introduction short and simple. I really love this short interview, this edited interview, and I can easily tell that Yu Takeshi was really having funpraising his brothers Yuta, Jinkuji and Shoherano. I can feel his sincerity, but for some reason it just sounded funny and that is why I couldn't stop laughing. I couldn't help laughing my head off. He seemed to be very serious giving praises to his brothers, butShoherano's response and Yuta Jinkuji's response were kind of funny, because probably, I don't know, maybe the two of them are just not so used to being praised by their fellow members. But I have to agree that number one, Shoherano, with their performance, live performance of their song Blow Your Cover, he was truly phenomenal, truly sexy,
And goodness gracious, like I said earlier, their live performance of their song is much better than the music video. I love the live performance more than the music video, honestly speaking. And of course, Jinkuji, according to Yuta Kishi, like, he has evolved. I couldn't agree more because I saw Jinkuji's old videos before, and I've seen such a great deal of improvement in his looks, in his dancing skills, in the way he projects right in front of the camera, in the way he connects with the audience. I am an absolute board. I agree 1000% with Yuta Kishi. And of course, I just hope that Yuta Kishi stays the way he is, because he's so adorable. I love his funny personality, and the way he explains and puts emphasis on matters just makes me laugh so easily. And that is why I really understand other fans, why they are so in love with Yuta Kishi, because I've always been so vocal about being a huge fan of Yuta Kishi, and of course Shohei Rana and Yuta Jinkuji, number I, of course. But anyway, I'd like you to tell me what you think of this video in the comment section below, because of course your opinions matter too. Alright, so that's about it for today's video. Thank you so much for watching this video, and if you like this video, hit the like button, hit subscribe, and hit the notification bell so that you can be notified when my next video comes out. Peace out.